うん、ありがとうございます。まず高さは絶対に合わせてください。これだけで姿勢が変わるし、やりやすさやりにくさも変わってきます。まずは姿勢ですね。そのために、高さを変えていきます。であとですね、実は大事なのは立ち位置も重要になってきます。この立ち位置を意識してないと、ここに立ってやる人とここに立ってやる人とここに立ってやる人って全然フォームが変わってきてしまいます。どこで立てば一番やりやすいのかっていうのを覚えておくと、その目安でね、どこの位置に自分がこう立てばいいのかっていうのが分かります。でその立ち位置のポイントが、このかかと、お客様ね、足はちょっとカレンちゃんね曲がっちゃってるんですけど、このかかとの延長上に自分がこうお客様の頭に向けて立った時に、ベッド側の足が垂直に来るように立ちます。なのでここが立ち位置です。そして一歩前に出して、こう足がこういう L 字になるように、でお客様の足が、まあ、ある程度斜めにこうやって入ってきているので、それと平行になるように、ベッドと平行、もしくはベッドと平行っていうよりも軸はちょっと傾いているので、こういう感じで足がお客様の足と平行になるように、ちょっとなんでこう入ってくるですね。足はこう垂直に、こういう感じになってます。今僕の足こんな感じです。はい。でこの足をちょっと今近くでちょっと広がって作れますか。ちょっと狭いかな。でその後ちょっと前の方向に移動するので、ちょっと場所を取っていただければと思うんですけど、皆さん、あのフェンシングってやったことありますか。ないですよね。ないですね。未だに8年教えてるんですけど、まだ一人も出てこないんですよ。フェンシングは僕やったことありますっていう人もまだ来ないんですけど、ですね、ちょっと前に出してる左の膝を曲げて、前にこう体を突き出してみてください。刺す動き、そうです、前にこうフェンシングで刺す動きで、その動きです。この動きを覚えておいてほしいんですね。これ重要な動きです。体が軸が移動する動きなんですね。こう L 字をして、前の膝がぐーっと下がってって、こっちの足が伸びて前に体が移動する、フェンシングで戻ってくる、うん、で前にフェンシングした時にちょっと左の膝の軟骨痛いなみたいなっていうのは、ちょっと重みを感じてみてください。これ後ろ重心でやってると膝の痛みがあまり感じなくなるんですけど、ちょっと前に重心グッと持ってきて、あ、ちょっと左の膝痛いなみたいな、うん、この動かし方覚えておいてください。これがベーシックな立ち方プラスこのオイル独特の横移動なんですね。整体やほぐしって結構垂直圧なので、この流す動きってほぼないので、結構上からグッとやるのでベッド低くてもいいんですけど、オイルって老廃物を流すっていう動きをするので、この動きが必要になります。でその時にこの動きをできてないと、ちょっとね、軸から体でトリートメントができないので、この立ち方、立ち位置、動かし方を頭に入れてください。まずこの基礎の部分なんで、いきなり手ではなく、実は下半身の使い方、これがすごく大事なポイントです。で結構ね、ここを教えてくれないところが多くて、だから基礎、要は土台がしっかりしてないから、手だけでこうトリートメントするっていうのが起きてしまうので、立ち位置、ベッドの高さ、下半身の構え方、そして動かし方、これがしっかり基礎ができていると思いっきり変わってくるので、まずはこの基礎の土台を固めるっていうのを覚えておいてください。基礎の作り方です。はい。 L 字、お客様の足と平行、フェンシング、うん、これさえ分かっちゃえば、まず基本的な動かし方はもうできるようになります。はい、 OK です。ありがとうございます。ではゴッドハンドになるための5箇条をやっていくんですけど、この5箇条をやる前にちょっと覚えておいてほしいのが、成長の4ステップっていうので、成長するときに人間ってどうやって成長していくかというと、初めは無意識で無能なんですね。要は無意識、意識することもわからないしできないっていうのが一つ目の段階です。無意識無能で、二つ目が有意識無能っていうので、意識することコツ、五箇条っていうのがいわゆるコツなんですね。コツを知ることなんですけど、有意識なんだけどできない、コツを知ってるけどできない、それはまだ一発目なんでできないと。で今日中におそらく有意識有能にいけると思います。もう一気にバンバンバンって3段目までいきます。それをコツとやり方をちょっとお伝えすると、
意識してコツを意識してやればできるようになります。エフルラージがむちゃくちゃ綺麗に今日はできるようになると思うんですけど、意識してる時ってむちゃくちゃ疲れるんですね。頭で体重移動、際から際までって呪文のように唱えながら行くので、もう頭のキャッパ的に余裕がない状態です。なので疲れるし、ちょっとお客さんにすいません川上さんどちら出身なんですかって言われた瞬間、あもうダメだって崩壊し、あとはもうなんかこんな感じになっちゃって、トークで、あ実は僕高知県出身でこの間帰ったんですよとか言ったらもうできなくなっちゃいます。もう余裕がないからね、脳のキャッパに余裕がないから。なので僕がいずれ言ってもらいたいのが無意識有能、要は意識せずにエフルラージュ、今日夜ご飯何食べようかなと意識しながら、無意識なんだけど体でできちゃうような感覚で、プロと言われる人たちはみんなこの領域に行きます。無意識でできる、まあそれは反復したりとかやってたりすると何も意識せずにもできるようになるんですね。ここの領域に行っていただくと一流のセラピストになるので、ただコツを知らなかったらこの領域には絶対いけない、要は何を意識すればうまくなるかっていうコツが大事になってくるので、で僕は皆さんにこのコツをお伝えしていきます。ただ有意識有能から無意識有能に移行するのって何が必要だと思いますか？最後のステップ3段目から4段目、無意識でできるために必要なこと。素晴らしい、爆発的な反復です。多分バレーボールもそうですよね。練習するとき毎回これの練習を何十回じゃない、何千回何万回って多分打ち下ろしてきたと思うんですけど、それが無意識でボールがこう来たときにこっちからだったらこう打つって言ってできると思うんですね。なので僕はコツをお伝えするんですけど、爆発的な反復はやっぱり皆様がやっていただくようになるので、その練習とか、やっていくっていうのはやっぱりすごく重要になってきます。なので、コツはちょっとね今日全部お伝えするので、あとは、皆さんで集まってね練習したりだとか、こういった空き時間とかで練習したりとか、電車の中とかでこうやってずっと練習したりとか意外とねできたりするので、反復することがねすごく大事になってきますので、コツを知ってコツコツやることが一番最短でうまくなるので、ぜひそのコツはお伝えするんですけど、あとはやっぱ皆様の練習の力になってくるので、ぜひ学んでやっていただければと思います。はい、じゃあちょっと教科書を見ていただいて、その5つのコツをお伝えしていきます。この5つのコツさえ掴んじゃえばもうあっという間にうまくなるので、この5つのコツをちょっと意識していただければと思います。コット判断のための5箇条ですね。はい、じゃあコツ一つ目いきます。コツの一つ目が危険部位を把握するですね。コツの一つ目、危険部位を把握する、これは